回転子の神殿か。金目のものはあんまりないみたいね。お前何しに来たんだ。静かに。ここは大天使様の神殿。許可なき者は立ち去る。なんだこいつら。彼らは大天使様を守る護衛、ガーディアン天使様です。特殊なバリアを張っているので、通常の攻撃は一切受け付けません。そんな、どこかに弱点があるはずよ。サーズね、バリアを分析してちょうだい。ピロピロピロ、バリアを分析中。バリアを分析中。分析終了。弱点はありません。無敵無敵無敵。なんだって、そんなの卑怯だぞ。ふん、弱点など関係ない。バリアごと吹き飛ばしてやればよいのだ。エトナ、悪魔の前ではバリアなど意味がないことを思い知らせてやるのだ。はい、殿下。聞いてないだと？そんなバカな。君たちには荷が重すぎるようだね。私たちに任せたまえ。行くぞ、ジェニファー、サーズデイ。オーケー、ゴードン。ピロピロピロ、了解、キャプテン。旧勇者、究極フォーメーション。スペーストライアングル。この技が防がれるとは。やはり彼らのバリアを打ち破ることは不可能なの。諦めるのはまだ早い。俺がいることを忘れてもらっちゃ困るぜ。みんなの地球勇者魂を一つにするんだ。新地球勇者究極フォーメーション、プラズマカルテット。なんて奴らだ。びくともしやがらねえ。ダメです。バラバラに攻撃してもあのバリアは破れません。みんなの心を一つにするんです。心を一つにだと？そうです。天使も悪魔も人間も関係ありません。私たちの思いは一つなはずです。その思いをぶつければ必ず突破口は開けます。お前言ってて恥ずかしくないか。ダールさん。わかったわかった。とにかく一緒に攻撃すればよいのであろう。ではやるぞ。せーの。
おお、バリアが破れたぞ。やったわ。おいフロン、お前今どさくさに紛れて愛と友情とか抜かしてなかったか。ええ、言いましたよ。それが何か。何かではない。俺様には愛や友情などないし、一つにした覚えもないぞ。そう思ってるのはラハールさんだけですよ。なんだと。殿下、そんなことよりバリアが破れた今がチャンスなんですけど。仕方あるまい。この議論の続きはまた今度だ。忘れるなよ。はいはい。ラハールさんの意地っ張りだけは最後まで治らずじまいか。
はい。はい。